ジオ。皆さんこんにちは、中川奈美です。こんばんはをまたこんにちはって言っちゃいました。私ほんと懲りないでしょ。撮ってる今も夜なのにですよ。もうほんとね、そういうとこあるんですよ。一つ言い訳をすると、ちょっと業界人なもんでどこにいてもおはようございますっていう癖はあるじゃないですか。でも今言ったのこんにちはですからね。本当にもうしっかりして。急に寒くなりましたね。なんか急にほんと寒くなっちゃったから、何着たらいいのかまたわかんなくなっちゃって、この前朝中のお仕事だったんですけど、すごい寒くて、これで大丈夫なのかなと思って、なんか帰りに洋服とか見た方がいいのかなみたいになって見に行ったんですけど、すごい手触りのいいね、可愛いお洋服が、上着があったんですけど、待て待て、この俺の骨格にはこのふわふわは合わねえぜと思ってやめて帰ってきたの。めっちゃ偉い、めっちゃ成長したと思う。骨色チャンネルのあさみ先生には本当に感謝しております。だいたいなんかあんでもって思う時ってそういう原因がある時なんだよね。うん、本当にありがとうございます。すごい人気らしいですよ。私の衣装さんがね、行くっていう時にスケジュール聞いたら、もう12月しか空いてないって言ってた。すごいですね。皆さんも興味あったらよかったら骨色チャンネルチェックしてみてくださいね。大変大変大変ためになります。うん、あと最近は鬼滅の刃をね、無限列車編をやってるじゃないですか。テレビの分割してね、毎週あるやつ、それが始まって、もうリサさんのテーマソングがどっちもかっこよくて、もうめっちゃ素敵で、今髪のお色とかをね、ゆけの曲の合わせでこう水色っていうか紫っていうかにされてるんですけど、もうめっちゃ可愛くて、あーリサさんはブルベなのかなと思った。違うか。いや、もうめっちゃ素敵なテーマソング、皆さん聞いてください。それでね、なんか今日は選挙で、あ、今日はじゃないか、来週は選挙で亡くなるらしいんだけど、それを見たファンの皆さんが選挙名って言わないで、あ、わかりましたって、これで1週間煉獄さんの命が伸びたって言ってるのを見て、わかりみーって思いました。なんかね、話が進んでいくにつれて、もう煉獄さんに会えなくなるんじゃないかなと思って、やっぱね、それがすごい辛い。うん、で、第1話、煉獄杏寿郎が入った、ブルーレイ DVD が1月に発売になりますから、こちらもどうぞどうぞよろしくお願いします。もう第1話もめっちゃ良かったですね。でも、ネタバレがあるから言えないけどね。うん。この前ね、ナレーションの現場に、行った時にディレクターさんとプロデューサーさんがいらっしゃったので、またきっと認識されてない確認をちょっとしてみたんですよ。私かまど炭治郎の歌だけじゃなくてですね、実はサブタイトルのところの民族っぽい歌い方とかも私がやってるんですけど、声を変えすぎていて私だって気づかれないんですよって言って、そしたら、え、そうなんですかってやっぱりなって、やっぱり今も認識されていないということが分かりました。うん、あれ、私です、よろしくお願いします。ほんといろんなことがありますよね。でもなんか楽しく生きさせていただいております。でもこの前溜まったタスクが全部終わるかなっていう時にね、次の結構地球っていうタスクがやってきて、ヒーってなってるんですよ。でもめっちゃハイスピードで原作を読んで、でめっちゃハイスピードで作詞も、でもとてもね、曲が素敵なので作詞に困らずふわーっと作詞が進みましたね。うん、で明日収録をしてくる予定なんですよね。
ある作品のテーマソングですと言って今またあーと思って歌詞を書き直したりとかして、結構ねギリギリまでなんやかんやこう諦めたくなくて、でも時間があるからといってずっと直してたらキリがないよね。まあ、あとなんかもう最高のものができたこれ以上ないとか思うこともないし、本当に芸術って難しいですね。諦めちゃダメだみたいな、でも諦めなきゃダメだみたいな、うー。でもまたあのコーラスのご提案とかをちょっと考えたりして、あの歌ってみたりしました。近日公開されると思いますので楽しみにお待ちくださいませ。うー頑張るぞ、明日頑張って歌ってきます。うん、そういえばね、あの立て続けにその作詞が終わったっていう時にね、あの別の作品のまたあの作詞のあのお話で、あの資料をいただきまして、今は一生懸命それに目を通させていただいている感じですね。あのすごく嬉しいって前に SNS とかで言ってたそのお話ですので、ぜひ楽しみにしてください。とっても素敵な曲を歌わせていただきます。うん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 。あ、忘れないうちに先にお知らせを他にもしておこうかな。あの今月30日10月30日の土曜日に愛媛県の総合文化祭で歌を歌わせていただきます。大石正義くんも出演なさいますよ。大石くんのさ、もうツイッターがめちゃくちゃ面白くて、なんかある時トレンドにクソメガネって書いてあったんですよ。それでそしたらあの今トレンドに上がってるクソメガネは僕ではなくて、僕はトレンドじゃない方のクソメガネです、やかましいわこらっていうようなの書いてあって、もう毎回ね見ると笑っちゃいますよね。いやーもう本当にあのリハの音源いただいたんですけど、もう素晴らしいですから、一緒に歌わせていただきますので、ぜひぜひ YouTube で放送ありますので、こちらもチェックよろしくお願いいたします。あーなんかね、そうなんですよ、いろいろとバタバタとさせていただいてるんですけども、その原作を読むので寝不足になってみたりとかね、いろいろさせていただいてるんですけど、本当にありがたいことだなって思います。今日の真ん中のゲストのコーナーは前回に引き続き海老沢あかねちゃんが登場してくれます。すごくね、やる気まんまんまんって感じでね、超可愛いんですよ。なんか本当に一生懸命だから、応援してあげたいなという思うような子ですね。で、来月はですね、あ、そうだ、10月30日に、コロボックスプロジェクトさんの、4周年記念で、ボイスドラマを、発売されたんですけど、そのテーマソングを歌わせていただきまして、でそのテーマソングの、ボーカル CD が発売されることになっております。M3 で購入できるようになっています。私の方は通販でベースに置くと思うんですけども、こちらもぜひよろしくお願いします。テーマソングの天津風という作品のテーマソング風になるという作、曲、吉村翔一くんが作曲されてまして、で私が作詞と歌を担当させてもらってるんですが、その他にイメージソングが2曲入りますね。で一つはいつも出演をしてくれております菅原夏樹ちゃんと、ビタリースンチェフくん の, ユニット出会いさんの曲で、この曲は私が作詞を担当させていただきました。すごくかっこいい和製ロックなんだけど、ビタリーさんがロシアの人なので、なんていうの、ただの和製になってなくて、すごくね、セッチュの素敵な感じの曲になってます。そして
もう一曲が高野義満くんという作曲家であり声優の後輩ちゃんの、曲なんですけど、それを、本人がね作詞も作曲も、編曲もされてて、で私が歌わせていただいたっていうそんな曲になります。ぜひぜひ楽しみにしていただけたら、 M3 に行かれる方は M3 でお求めいただいて、あと各アーティストも多分持ってると思うので、なんかライブとかするときにはそこから買ってあげていただければなと思います。若い子たちのお小遣いにぜひよろしくお願いします。そして写真は、吉光くんのお兄さんの高野明俊さんが撮影をしてくれました。沖縄にね撮影のためにいらっしゃってるんですけど、わざわざ撮影のために帰ってきてもらって、でみんなで頑張りましたので、ぜひぜひ素敵な CD になってます。聴いていただけたらと思います。あ、そうだ、忘れてたんですけど、その10月30日の文化祭では新衣装で別に新曲があるわけじゃないんですけど、新衣装で出演する予定になっていますので、こちらもぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。なんかねちょっと凝ってると思うんですよ。でも愛媛県出身のデザイナーさん のお洋服を着ているはずなので、何か事故ったりとかしない限り着てるはずなので、ぜひこちらもチェックしてくださいね。なんかね若い合唱部の皆さんとコラボレーションの予定もございますので、ぜひ聞いてください。わーん、楽しみだな。なんかねそういうお仕事のタイミングでも愛媛に帰れるっていうのはすごく嬉しいですね。また PCR の検査をしてしっかり向かいたいと思っておりますので、よろしくお願いします。うん、はあ、というわけで早いな。今年もあと2ヶ月ちょっとになっちゃったんですよね。いやー、前日になっちゃうよ。もうなんかあっという間に進んでますけども、ほんと急に寒くなったから皆さん風邪ひかないように注意してくださいね。私もね、ほんとそうですね。寝るときはちゃんとお布団着て、お洋服も着て寝てくださいは違うか。じゃあ一旦 CM に行って、その後海老沢あかねちゃんのコーナーです。亀岡ガス販売は災害に強く環境に優しいクリーンエネルギー LP ガスをお届けしています。これからもずっと安全、確実、迅速にお届けしてまいります。最新ガス機器の販売、設置、修理はもちろん、住宅リフォーム、上下水道、水回りなど住まいに踏み込んだ部分もご相談ください。この町のエネルギー企業、亀岡ガス販売株式会社です。さあ、それではお待ちかねのゲストのコーナーです。今回も前回に引き続きこの方です。たびたびお邪魔します、海老沢あかねです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんかラジオって、はい、いいなと思ったんですけど、はい、普通ステージで一緒に何かやれてもこんなにゆっくりお話を聞けることってないね。そうですね。ないよね。そうですね。それができる、素晴らしい。いいことしてるかもしれない、ラジオ。ね、ラジオすごいと思います、やっぱり。そう、あかねちゃんがラジオに出たいってつぶやいていらしたから、はい、思わず声をかけたっていう、はい、この適当な、すごい嬉しいです。いやでもあかねちゃんには助けてもらって、そうなんです、前回お話しした、はい、ライブ以外にも2020年のバースデーライブをしようと思ってたら、うん、オンラインになって、はい、うん、でその時に一緒にオンラインライブに顔出してくれませんかって言ったんですよね、はい、あれすごかったですね。すごい楽しかったです。でも初めての経験です。ね、
あの時はまだ世の中がさ、そうですね、オンラインに慣れてなくてさ、いやそうなんですよ、自分ももちろん慣れてなくて、うんうんうん、なんか私だけあのプレミア配信できてなかったですよね。あったね、そんなこと。いや私だけできてなかったんですよ。あった。ずっと家でもう前日ぐらいからすっごい待機して、もうあのデータとかもやったりしてたんですけど、なんか私だけ当日うまくいかなくて。あったね。ありましたよね。私だけうまくいかない。やだ、あったね。やりましたよね。いや、でも助けてくれてありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。あの時もね、若くて可愛い子が一人いてくれるなんて、もうそれだけで全体のイメージが変わりますから。本当ですか？本当に。大事なんですよ。で、一生懸命歌ってる姿もね、はい、あの、別々に撮って、はい、それを合わせて動画作ったじゃないですか。あれも大変だったけど、そうですね。まあ、あの、あそこからね、うん、世の中がオンラインに慣れてきて、そうですね。いつの間にか皆さんも、うん、私たちも、そうそうそう。今年のバースデーライブはあの愛媛でやったんですけど、はい、愛媛でやってオンラインで放送すればいいかって思ったのも、うん、やっぱりその1年前のがあったからなので、はい、うん、なんかやることは無駄じゃないんだなとか、ちょっと思ったりしました、ね、うん、そうですね、うんうんうん、茜ちゃんは最近のライブはあれですか、やっぱりオンラインが多いんですか。いや、私意外とあの来場お客様を入れて、うんうん、有観客でやるライブの方がやっぱ最近徐々に戻ってきて、うんうんうん、無観客配信は多分ここ 1,2 ヶ月ぐらいない気がします。そっか、そうなんですよ、よかったですね。そうなんです、まあ、ちょっとずつなんですけど、うんうん、やれてきて、あとコロナとかも全然あの出てなくて、あのやっぱスタッフさんとか、うんうん、出演者さんお客さんとか、うん、そういう情報とかも一切なく自分たちも本当に気をつけてやってるので、うん、ありがたいことにもう本当にいろんな皆さんのおかげで、うん、はい、できております。そっか、はい、よかった。私もあの鬼滅の奏というオーケストラのコンサート鬼滅の刃、はい、先日出演させていただいたんですけど、うん、もうスタッフさんの細部に至るまでみんな PCR 検査です。そうなんですね。全員検査して、うん、それで当日ももちろん入り口で熱も測ってってやって、うん、それでなんとか、うんうん、でもやっぱりね、客席はその一列開けてとか、そうですよね、うん、そういう対応だったので、あの見てる方のテンションっていうのをこっち側が心配したりすることもありますけど、やっぱり鬼滅の刃も作品がね素晴らしいので、うん、素晴らしいですね、うん、もう皆さんやっぱり泣いてらっしゃる方とかやっぱり、ね、目の前にいらっしゃると、うん、あ、そうか、こういう皆さんの感動のためにも頑張って、うん、みんなで検査してでもこうやってステージを作れたことは本当に素晴らしいことなんだなと思いましたね。そうですよね、心に残りますよね、うん、絶対やっぱり特に、うん、あんな中ライブに行って、うん、あの感動したなとか楽しかったなとか、うん、幸せだったな、癒されたなっていろんな感情あると思うんですけど、うん、絶対そういうのを深く感じますよね、うん、ねえ本当に、うん、もう出演ギリギリまでマスクしてね、うん、本当あのマスクの紐の跡がつかないマスクをすごいヘアメイクさんに聞いたりとか、いろんなことをしてね、うん、やりましたね、うん、なんかでもそうやってでもやっぱお互いに顔を見れたりとかするのって大事ですね。大事ですね、うん、なんか今特に目しか見えないじゃないですか、うん、でなんか楽しんでくれてるかなとか思ったりしても、うん、やっぱその情報量がやっぱ目だけっていうので少ないですけど、うん、やっぱりなんか終わってちゃんと話をした時にすごく今日良かったよって言ってくれたりとか、うん、あとやっぱね今までは声出しとかしてやってたけど、うん、まあそういう、うん、そういうのが好きな方ももちろんいらっしゃると思いますし、もう歌をしっとり聞きたいっていう人もいると思うんですけど、うん、あの腕組んで下向いてても、うん、意外とやっぱちゃんと聞いてたからなんか 腕組んで下向いてたけど、うん、実はすごくやっぱ聞いてたみたいな、うん、楽しんでたっていうより聞かせてもらってたよ今日はみたいな言ってくれたりとかして、やっぱ楽しみ方って人それぞれだなって思って、うんうん、
なんかやっぱだから目に見えるものだけを信じてはいけないなとも思うし、うん、やっぱりちゃんとそれを言葉にしてもらえるのがすごく嬉しいなって思います。 SNS で書いてくださったりとか、うんうん、そういう言葉がやっぱ聞けると嬉しいですよね。ね、はい、なんかあのやっぱり無観客の時に、うん、はい、そのすごく 無観客でも私一回、はい、ライブしてるんですけど、はい、スタッフさんがやっぱりその中にね、うん、あの何人かしかいらっしゃらないし、あとは共演者の皆様ぐらいなんですけど、はい、その画面の向こうだけど、うん、皆さんの心が動いたとか、うん、この場の空気が変わったみたいなのを感じたことがあって、うんうん、あ、そうか、離れてるけどこうやって一緒により手繰り寄せようとして一緒に客席と一緒に作品を作ってるんだなっていうのをすごく思った瞬間があって、うん、やっぱり面と向かって会えることとかが当たり前じゃないっていうことをそこですごく分かったというか、うん、ありがたいことだったんだなと思って、うん、そうですよ ね、なんかそうか、そうなんだよな、頭では分かってても字面では分かってても、うん、本当に心で分かってなかったかもしれないみたいなことをすごく思いました。そうですよ ね、私とあかねちゃんの共通点がね、はい、あるんですけど、はい、2人ともクソ真面目だと思う。あ、それはそうかもしれないです。そうなんですよ、うん、すごいおちゃらけてるってよく言われるんですけど、うん、あのまあ、自分で言うのもなんなんですけど、うん、やっぱそのやっぱこう音楽のことになるとすごく真面目になっちゃうっていうか、うん、あのもう何でももうちゃんと正確にやりたいとか、やっぱ人と関わる上で、うん、なんかよく見られたいとかはあんまり思わないんですけど、うん、まあ、人に気を使って生きていきたいなってすごく思うんですよね。やっぱりその人様のご迷惑にならないようにとか、やっぱあと恩感謝の気持ちとか、そのやっぱ敬意を持って人と接したいみたいなことをすごく思うので、それがなんかやっぱり活動の中でも響いてるなって思って、もうナミさんはもう見るからに真面目な方なんだろうなって思うんですけど、いや素敵なことだと思います。やっぱそれってあとなんか細部にこだわりすぎて、うん、そんなところ誰も分かんないからって言われてもいやでもここはずれてんのが嫌なんだとか、うん、なんかそういう頭が硬い、でもピッチ修正の鬼って言われてますからね。そこまでやんなくていいからって言うと、でもすごいやっぱ耳がいいんですね、やっぱり。あ、よくなろうと頑張ったって感じですね。なるほど、うん、なんかどんな状況だって歌わなきゃいけないんだから、うん、そうですね、環境とか関係なく、うん、でも実際自分が歌うときはその声の方を重視するので、はい、たとえピッチがずれても声質の安定をとって後で直すとか、うん、あ、最終的にできるものの良さの方に目を向けてるかもしれないですね、うん、なるほど、プライドないんですよそういうとこ。いや本当に、で本当歌だけやってらっしゃる方に比べたら全然私は下手だと思うし、その一個一個積み重ねて頑張るしかないなとは思って、うんうんうん、やっぱ私忘れられないのがあって、うん、やっぱそのナミさんと初めてお会いして初めて共演した時に、うん、やっぱ声質ももちろんそうだったんですけど、私結構事前情報がない状態でナミさんと初めまして、うんうんうん、まあ、皆さんと初めましてだったんですけど、うんうん、やっぱ声質の良さとあとパワー、うん、あのやっぱ歌の一フレーズに込められているあの力強さだったり、うん、あとやっぱ存在感がすごいなって思って、なんだろうな、やっぱ本当にやっぱ自分と同じぐらいのやっぱ経験数の方としか共演したことがなかったので、うん、本当にそれ忘れられなくって、うん、なのであの力強い、あのこんな小柄な方なのにあんなに力強い歌声を発するんですかみたいな、すごく思って、それが今でも心の中に残ってます。あの私、はい、思ったんですけど、はい、あかねちゃんに会ったその2019年の時よりも、はい、本体にそれ以降初めて会ったの、ね、そうですね、そうだよね、あ、2年ぶりってことだよね、そうですね、2年ちょっとぶりでしょ、そんな気がそんなにしないです。
でも、うん、あかねちゃん発声が良くなってるんですよ、すごく。ありがとうございます。うん、伸びてる。もともと頭がちっちゃいけど声はちゃんと安定して太いところがあるなとは思ってたんですけど、前より声がちゃんとしてる。あ、え、嬉しいです。うん、あ、2年ってこんなに人を変えるんだなと、あってこう声を発してもらった時に思いました、はい、ありがとうございます。うんうんうん、そんな嬉しいですね。やっぱ2年間やっぱいろいろありました。うん、でもやっぱなんだろうな、最近特にやっぱ健康に対して気をつけていて、うんうん、私もそうなんですよね。本当もうこの2年ぐらい風邪ひいてなくて。あ、素晴らしい。そうなんです。自分の中のそのやっぱルーティーンとか、あとやっぱライブがやっぱ最近とかだと金土日日とか続くんですよ。うん、金土土日とか、そう4ステージとかで、40分ステージとか30分ステージとか、まあ、時に20分ステージとかなんですけど、それでも絶対に風邪ひけないなと思って、体調崩せないなみたいな、自分がやっぱね、怪我とかもそうですけど、病気しちゃったらもう人様に迷惑かけちゃうなみたいな、そこでやっぱ自分をもうカツカツカツってやってきて、やっぱ最近お客様以外にもやっぱ関係者の方にすごくやっぱり歌うまくなったねって、まあ、前から下手ってわけじゃなかったけど、うまくなったねってすごい言っていただけることが増えました。うん、発声が安定したからだと思います。ありがとうございます。まあ、よかった。ありがとうございます。嬉しい。成長してる。はい、楽しんでもらいたいなと思います。はい、曲を1曲聴いていただきたいんですけども、はい、私の去年のバースデーライブの時に聴いてる人もいるかもしれない。そうです ね。はい、うん、では曲紹介お願いします。はい、ファーストシングルの中にも収録させていただいたのぞみという曲があるんですけれども、うん、そちらを改めてサードシングルとしてクラウドファンディングを行い、うん、リマスタリングをさせていただきました。はい、全曲全楽器ですね、生演奏で、ギターもドラムも鍵盤とか、あとバイオリンも入れさせていただいております。うんうんうん、私の中でもすごく自分の中でも大切にしているし、これからも大切にしたいなと思っている楽曲です。それでは聴いてください。のぞみ。これはどのくらい前に作った曲ですか？
これは曲自体は2016年の11月に販売しているんですよ、うんうん、あ、そうなんだ。そうなんです。結構前だったんですね。そうなんです、結構前なんですけど、うん、あのリマスタリングをして、なんか CD があの全部なくなってしまった状態で、やっぱライブとかで歌ってたんですけど、うん、あの曲の CD ないのって言っていただくことがすごく増えて、うん、あ、確かに私の中でもやっぱりその感謝の気持ちを特に伝えたいなって思って作った楽曲だったので、うん、まあミュージックビデオとか当時なかったので、それを作る時に、まあ、音源も新しくして、音源新しくしてミュージックビデオを作ろうっていうクラウドファンディングをやらせていただいて、その時に新しい音源になりました。へー、はい、そう、確かに CD 売り切ったらそうですよね。そうですね、言っていただくことがすごく多くて、はい、いいですね。ちゃんと一個一個努力しているなと思って。いやいや、ありがとうございます。これは何を、あの、何がきっかけになったりとか、はい、モチーフになったりとか、そういうことはあるんですか？これはですね、うん、あの自分がやっぱファーストシングル、一番初めに出す、うん、あの CD の中に入っている曲なんですけど、うん、2曲入りなんですけど、うん、あの1曲目が専門学生の時に作った、うん、あの帰り道の電車の中で作った、あの前向きな明るいポップスなんですね、うん、で2曲目何入れようかなって思った時に、うん、まあ、当時お世話に、まあ、今もお世話になっているんですけど、ライブハウスの方に相談して、うん、で、アレンジャーさん、作曲家さんを紹介していただいたんですけど、うん、まあ、この曲は私が作詞をやってて、作曲と編曲をその、うん、あの一個上の女性の方にやっていただいてるんですけど、まあ、せっかくだったら、そのやっぱり自分としてのなんか代表っていうか、海老沢あかねといったらこの曲っていう曲を作りたいなと思って、うん、やっぱ一番大事にしたのが感謝の気持ちを大事にしようと思って、うん、やっぱ活動してたり、やっぱ人生を歩んでるだけでも忘れてしまうことってすごくあると思うんですけど、うん、感謝の気持ちって何回伝えても、何回伝えていただいても嬉しいものだと思うし、伝えてもいいものだと思ってるんですね、うんうんうん、なのでやっぱ自分の中で感謝の気持ちを伝えられるように、なんかそういうありがとうの気持ちをたくさん詰め込んで、うん、今まで私に関わってくださった全ての皆様の力が私を今輝かせてくれてるんだよっていうことをテーマに書かせていただきました。はい、なるほどね、はい、なんかだからこう身に染みてじゃないけど、うん、空想のこととかよりも、はい、自分の思いだからすごく伝わるのかなとかいうのを今考えてました。ありがとうございます、うんうん、ちょうど始まりのフレーズが金木犀が香る帰り道って言うんですけど、うん、それもなんかちょっと今の時期にね、うん、ちょうど合ってるなって思って、ちょうど11月にレコ発をして作ってたのがやっぱ9月、うん、10月とかだったので、秋だったので、やっぱそれはなんか今の時期に流させていただいてすごい嬉しいです。うん、うん、そっかそっか、はい、そういう季節感も考えてきてくれるのってすごいいいですね。ありがとうございます。私なんか夏でも冬の歌歌っちゃうけどね。そうですよね、ねえ、歌っちゃうんだけど、うん、でもそうなんですよね、うん、そう、それで2人でね、はい、せっかく一緒にラジオをやるので、はい、うん、何か特別なことができんじゃろうかと思って、はいはい、お互い曲書くし、はい、お互いの曲を2人バージョンで歌ってみようではないかと、はい、いうのにちょっとチャレンジしたわけなんですよね、はい、前回もね。そうなんです。そう、前回は私の曲を流したんですけど、はい、今日はね、はい、あかねちゃんの前回紹介させてもらった曲をね、はい、2人で、はい、やってみよう、なんちゃって。そうなんですよ、すっごい、もうこんな豪華な体験しちゃっていいのかなっていう感じなんですけれども。そうなんですよ。でもなんか、はい、なんだろう、私は若い子のパワーとか、はい、純粋さとか前向きさをたくさん学ばせてもらえるし、なんかそういうのもあってもいいんじゃないかなと思って、うん、うん、
私は逆にもう本当に奈美さんのもう数ある素敵な経験のお一つをね、私にも分け与えてくださって、もう奈美さんと歌える方なんて多分一緒に歌えるなんてなかなかいないじゃないですか。もう本当にライブとかそういうなんか特別な企画以外で歌えないと思うんですけど、私もやっぱ奈美さんのライブとかあと音源を聴かせていただいて、もう一視聴者として普段は聴いているので、まあそんな方ともご一緒させていただくことがすごく嬉しすぎてこの曲を選ばせていただきました。ありがとうございます、はい、でもそこで物落ちしないで頑張ろうってなるところがあかねちゃんのいいところだね。ありがとうございます。そう自分に言い訳して逃げちゃうよりは、うんうん、できるだけいろんなことをやった方がね、うん、いいですよね。そうですね、うん、なんか私もともと歌を歌ってた本当人間じゃないので、はい、歌しかもきっかけが、うん、キャスティングの方が、はい、私に確認なく、いや大丈夫ですこの人歌いますよみたいな、えおっしゃってくださったことがきっかけなんですよ。そうなんですね。ボーカルサンプルもなく、うん、すごい、そう喋りで主演させてもらったゲームで歌を歌わせてもらった、はい、しかも英語だったんですけど、うん、最初がすごい。でもそこで私そんなのできないですよなんて言っちゃったら、うん、今の私はないわけで、うん、そうですね、基本できないは言わない、うん、言い訳ですもんね。うん、うん、あとやっぱちょっと状況としては厳しくてもできる限りのことはやっぱりやろうとは、うんうん、思いますね。そこから何が、はい、自分の知らない、うん、自分がいるかもしれないし、うん、自分の可能性を自分が断ち切りたくもないと思ってて、うんうん、音楽を知らない私が歌を歌えないなんて分かるのかなっていうふうに思ってたみたいな、うん、はい、うん、ところがすごいあって、そのおっしゃやったるぜパワーみたいなのをあかねちゃんにも感じるから、はい、でいつも一緒にいろんなもの作ってる菅原夏希ちゃんとかもね、そういう感じで、ね、そうですね、もう夏希さんも一緒にいると明るくなれて、そういつでも前向きで、そうそうそうスヌーピーが好きなの、そうですね、かわいいニャンニャンもいて、そうこたつ、うん、こたつはね私のことをちょっと下僕だと思ってるんだけど、そうなんですか。でもね気を使ってくれるご主人様でね、あら素晴らしい。私がこうちょっと落ち込んでると、うん、膝に座りに来るんですよ。気が利きますね。そうあのご主人様は気が利いて、うん、なんだお前は元気がないのかっていう感じなのこたつみたいないい子、そう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 、すごい。あとピッチを取りに行く猫にゃーんとか言ってすごいですよね。この間私もやってもらって、ね、見た、うん、可愛かったね。すごいよね。すごいですよね。音楽一家に育たないとああいう風にはならないじゃないかと。本当ですね笑っちゃうよね、はい、そうそう。でなんかいろんな時々でいいからいろんなこと一緒にできたらいいですね。ぜひぜひ。あかねちゃんも遠慮しないで私必要な時には呼んでくださいね。いいんですか。うん、ありがとうございます。この通り宅録の機材なども揃っておりますので、はい、ちょっとコーラスなんかだっていただけないでしょうかって全然言っていただけたら分かりましたよって。素晴らしい、ありがとうございます。仕事が立て込んでいなければ、はい、お返しできますので。素晴らしいスペシャルゲスト様でございます。とんでもございません。はい、ありがとうございます。ご遠慮なく、はい、もうでもなんか、はい、これで終わっちゃうの寂しいね。そうです ね寂しいですね。なんか仲良くなったところでお別れするみたいな感じになっちゃうね。そうですね、ちょっとなんか寂しい。でもなんかそのくらいの方が次会った時また楽しいのかな。そうですね。そっか、うんじゃあいっか。そうですねじゃあ、はい、前回もちょっと言ってもらったんですけども、はい、お知らせをもう一度お願いします。お知らせ、はい、ありがとうございます。2022年の1月8日ですね、私お誕生日が1月8日なんですけれども、うん、来年のその日にですねバースデーワンマンライブを開催させていただきます。はい、そちら、素晴らしい。はい、ありがとうございます。そちらはですね私が普段やっているバンド編成でライブをやったり、うん、アコースティック編成でやったり、そしてねギター弾き語りもやったり、うん、そしてですね、まあ、毎年やってるので、うん、
新しい何かを挑戦したいなって思った時に、うん、私結構周りにお笑い芸人のお友達がすごく多いんですよ。太田プロさんとかホリプロさんとか、すごい、そうなんですよ。あのいろんなあのお笑い事務所の子がいるので、うん、まあ、今回はですね、あのしらすの攻撃っていう、うん、太田プロさんの芸人さんがいるので、そちらの同級生の2人をお招きして一緒にコントをやろうと思って、はい、バースデーワンマンライブでコントをやるシンガーソングライターみたいな感じで、はい、いろんな自分を見ていただきたいなと思って、スペシャルな日にしようと思っておりますので、皆さんもぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思いますね。1月8日ですよ、はい、しかももうチケット売ってるんだって。そうなんですよ、配信チケットも来場チケットも両方販売開始させていただいております。すごない？そうなんですよ。でもこの計画性がね、あのないミュージシャンも多いから、その中でこの計画性はね大変な武器になりますよ。ありがとうございます。素晴らしい、はい、ちなみにね、私もあの以前臓物の擬人化をしたユニットをやっていたことがあるんですけども、はい、プロデュースをしていたことがあるんですけども、それを歌をすごい真面目にやってたのに、コントが面白いっつって、違うんですよ、それも寸劇なのに、お客さんたちが勝手にコントって言い始めたんだけど、なるほど、コントが面白いユニットがいるんだよって紹介されてた、でもそうですね、歌をちゃんとやってるからこそ映えたりしますもんね。ギャップがひどいって言われて、そうギャップ、なんか歌は真面目な曲がほとんど、なんでこの寸劇が、ね、寸劇なのにコントコントって言われてでもやっぱコントは楽しいよね。楽しいですよ ね、なんか、あの M1 とか出たいっていう、私 R1 とか出たいなってちょっと昔思ってましたはい、出てほしい、一人でなんかできたらなって思ったりもします。あのなんか笑い大事なの発声なんだって。あ、そうなんですか。うんって友達が言ってたから、お磨いて、良くなった声をさらに磨いて、そうですねできたらやばいですね。次回奈美さんと会うときは私がシンガーソングライターじゃなくなっちゃってたりしてそれやばいですね。でもさ、なんかさ、はい、私自分のことを表現者だなと思ってて、はい、別に歌手じゃなくても、うん、あの喋ってるだけの人じゃなくても何でもいいって思ってるんですよね、で、あかねちゃんもそうだっていうのを聞いたので、そうなんです。あの今これからこういうことやりたいとかあったら全部言っといた方がいいかもしれない。これからこういうことやりたいってことめちゃくちゃあるんですけど、まあその音楽で言ったら、あのいろんな人とコラボしたいなって思ってます、あとですね、まあ、先日かな、あのレコード会社さんからあのカバーアルバムを出させていただいたんですよ、公式で。いろんなアニソンとかも出させていただいたんですけど、そういうのもどんどん、そういう以外にもライブとかでも歌ったりもしたいなって思うし、まあ、お芝居とかもやってた経験とかもあるので、そういうのも活かして、まあ、ミュージカル、自分で曲も作れたり歌えたりするので、まあ、ミュージカルで歌いたいなっていうのももちろんあります、あとやっぱ一番はタイアップを取りたいなってすごい思っていて、私はアニメのエンディングを歌う、シンガーになりたいなってずっと思っているので、自分の目標の一つとしてそれは掲げているのと、あとプライベートでも結構いろんなことをやりたいなって思ってることがあって、まあなんだろうな、まあでもなんとなくやっぱ音楽に、結びついたりとかするんですけど、バンジージャンプがやりたいとか、富士山の登山をしたいとか、あの山頂までもう下から上まで行きたいとか、あともう日本一周したいなとか、はい、あと路上ライブツアーを今まではお金を持たないでやってたんですけど、まあ、一箇所で、まあ、大体名古屋と静岡みたいな、一回の一週間の遠征で名古屋とその静岡みたいな感じでやってたんですけど、それをもっといろんなところに広めていきたいなって思ったり、旅もしたいなって思うし、はい、もちろんラジオとかも自分でやっていきたいなって思いますし、やっぱこうやってあのゲスト出演もすごく楽しいので、いろいろお話をする機会とか、あとやっぱテレビにも出たいしって願望がたくさんありすぎるんですけど、それを一つでも多く叶えられたらなって思います。はい、じゃあ、海老沢あかねちゃんもよろしくお願いしますね、はい、皆様、はい、基本的にもう24時間体制なので、いつでも空いてるんで、はい、いつでもどこでも駆けつけますんで、はい、ぜひぜひお声掛けください。よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで今回のゲストもこの方でした。はい、海老沢あかねでした。ありがとうございました。ありがとう。
美味しいものを食べる幸せ、あなたにも感じてほしいから。ふわっとした食感と優しい味を、愛媛は宇和島よりお届けします。亀井のふわ天、まるでお餅のような柔らかさだから、歯が使えなくても大丈夫。みんなを食で笑顔に、愛を込めて作っています。創業120年、亀井かまぼこ。はい、いかがでしたか。あかねちゃん、ありがとうございました。もう可愛いでしょ。やる気がすごい溢れてて、パワーがとってもある子ですね。でもね、あの本人はすごくほっそりしててね、可愛らしい子なんですけどね。また一緒にいろんなことをやろうと思いますので、ぜひチェックよろしくお願いします。あとあかねちゃんもね、 YouTube やってますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。なんか人のって本当言いやすいよね、うん、あ、そういえばね、私前半でCD の話をしたんですけど、タイトルすら言ってない、 Like the Window っていうCD ですので、ぜひよろしくお願いいたします。それでその作曲家の、私が歌わせていただいた曲を作曲してくれた2人、吉村翔一くんと高野義満くんが来月はゲストとして来てくれます。ちょっとね、コアな話になってね、音楽好きの人にはね、たまんないかもしれないですね。とても対照的だけど、お二人ともとても優しくって可愛らしい方たちなので、ぜひ聞いていただけたらなと思います。 CD の方もどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、もうあとちょっとになっちゃったんですけど、なんかさ、最近本当今日が何曜日だって分かんなくなることはないんですよ。まあ、スタジオにね、ちゃんと行ってると、やっぱりあれかな、コロナでね、感染者数が減ってきたからか、いろいろ復活してきてるようには思いますね。うん、スタジオにも行かせていただいて、やっぱり人に会えるってすごい嬉しいですよね。お家の中だけでこう収録をね、進めているとちょっと寂しい。うん、寂しいですよね。別に嫌いじゃないんですけどね。あと、それを軽んじようとも思わないというか、うん、私は自分でいろんなことができるようになってきたからこそ、知らない間に実力がついてたこととかあるんですよね、やっぱり、うん、だから何にでも興味を持ってやっていきたいなっていうふうにやっぱ思ってて、うん、これはああだからとか、やっぱり人をバカにしたりとか、マウントを取ったりとか、人に意地悪したりとか、そういうのはちょっと好かないって思っていて、うん、もちろんね、芸能界なのでそういう方もね、いらっしゃることはいらっしゃるんでしょうけども、私はね、そういうことをやるとやっぱり自分の表現とか声に出てしまうと思ってるんですよ。だからそれはやらないぞって思いながら、逆に若い子たちにいろんなパワーをもらって頑張りたいなっていう風に、うん、若ぶっていきたいと思っています。では今日の最後の曲はですね、あかねちゃんの素敵な曲、メメントモリという曲を2人バージョンでお届けしたいと思います。私はね、すごく17年間一緒にいた猫がいて、でトラって言うんだけど、その子のことをね、やっぱり思い浮かべました。あかねちゃんはね、飼ってたワンちゃんのが亡くなった時に作ったんだそうですよ、うん、でもこういう悲しいこともね、作品として残していけるっていうのは本当に幸せなことだと思います。心を込めて歌いました。海老沢あかね、そして中川奈美でメメントモリ、聞きながらお別れです。本当に体に気をつけてお互い頑張りましょうね。それではおやすみなさい。まだ早いか。
この番組は亀井かまぼこと
亀岡ガス販売の提供でお送りしました。 106.9